いつもロペラヨチャンネルをご覧の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ご紹介するお車は2016年モデルメルセデスベンツ S300 ハイブリッドロング、はい、こちらをインプレッションいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは佐藤店長、スペック紹介をお願いします。はい、こちらは 2.2 リッターの直四ディーゼルターボ、はい、プラス、ハイブリッドモーター、はい、という形で、ガソリン、エンジンのスペック自体は204馬力お、はいはい、で、モーターの方で27馬力という形になりますね。なるほど、はい、そんなにモーター馬力ないんだね。ないですね。もう本当に始動して少し進むと、はい、ガソリンが起動するという形。なるほど、はい、ね、ちょっと早く突っ込んでくれよってね、思ってない。別に大丈夫ですか？大丈夫です。あ、そうですか。はい、はい、ね、あの視聴者の皆さん、だいぶご無沙汰ですけども、佐藤店長久しぶりに登場しましたね。はい、はい、まあ、なぜ登場したかというと、こちらは特別編、ドン、今ですね、ここに特別編って入りましたね。はい、はい、今日は商品の紹介ではなくて、なんと愛車紹介、はい、ということで、こちらオーナーの佐藤店長にですね、今日はゲスト出演いただきました、はい、ありがとうございます。お呼びいただきありがとうございますはい、佐藤店長、大の車好きということもありですね、はい、あのね、一緒に愛車紹介レビューしようって言った時に、話した時の車はマセラティのクワトロポルテだったんですけど、はい、そうです。じゃあいざ撮影しようとなったら S クラスにもう乗り換えていたと、はい、ということで、ここで佐藤店長の愛車遍歴、ドン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 、はい、はい、まず佐藤店長、入社どれくらいになりますか？今6年目ですね。6年目で、はい、もう店長と。おめでとうございます。はい、まず、人生で一番最初に買った車、はい、これ何でしょう？はトヨタのセルシオ30前期。セルシオ、はい、それは時代で言ったらいつの時代ですか？大学2年生の時です、ね、はい、あ、はい、なるほど、買いまして、はい、でその次が、その次が、40カムリ。あ、はい、ちょっと僕あんまり分かんないですね。それが大体いつぐらいですか？が、就職活動前です、ね、なるほど。そこなんで乗り換えてたんですか？まあ、当時セルシオを、はい、まあ100万円ぐらいで買って、はい、手放そうとした時にこう寝落ち。お、その時すでに寝落ちを気にしてた。そうですね。でそれをまあ、はい、なんて言ったらいいんですかね、こうこんな寝落ちするんだっていう形で手放して、で就職活動を、うん、まあして縁があって、こっちの会社に、はい、まあ、決まった後に再度また車が欲しいなと思って、当時ちょっとアメリカ意識してたので、はい、アメリカを意識そうですね。なのでカムリをちょっとこう北米仕様にカスタムしたりみたいなものに憧れて、はい、まあ、あのノーマル車を買おうということでカムリ買いました、はいはい、なるほど、はい、そして入社して、何買ったんですか？入社した後にですね、はい、米国レクサスの LS430 という、はい、お、見た目で言うと、まあ、30後期セルシオ、はい、分かる方は分かると思うんですけど、はい、それがあの私が、まあ、あのお休みをいただいている日に、はい、次の車決まったよという形で、あの見ずに決まるという。あの、なるほど、はい、それ入社どれくらいですか？入社1年目です、ね、1年目で、はい、あの左ハンドルのね、そうです、レクサスだってね、はいはい、からので、その後に、当時先輩社員が乗っていた、はい、W219 の CLS350 ダイヤモンドホワイトエディション、はい、あ、全国150台限定ですね。なるほど。あのデジーノのホワイトレザーの車両を、はいはい、あの譲り受けて、そのレクサスから CLS までどれくらいの期間あったんですか？半年です、ね、半年で、はい、すごいね、はい、じゃあもうある意味、ね、1年目からこう2年目突入したぐらいで、そうですね、既にもう2台目乗り換えたと、はい、見え張ってました、はい、
からのでその後に、ちょっとまあ結婚を意識するタイミングになりまして、はい、あの相手のご家族によく思っていただこうと思いまして、はい、あのハイブリッドカーに乗ろうと思いまして、はい、レクサスの CT200 ハイブリッド。なるほど。 CLS からの期間はどれくらいですか？は1年ぐらいです。あ、はい、じゃあ割と自分の中では乗った方な感じ。そうですね、はい、なるほどね。じゃあ入社してからはレクサス入りました。はい、そして CLS 来まして、はい、で CT、 はい、はい、でその次は、でその次にですね、はい、もう学生時代からずっと憧れで、はい、もうずっと見ていたダッチチャレンジャー。ダッチチャレンジャーね、はいはい、が急遽もう目の前に現れてしまったんで、はい、もうそれ商品として、いや、下取り買い取り、下取りっていう形です。あ、なるほど、はいはい、これは買うしかないということで、はいはい、まあ、今の奥さんに相談をして、はい、そう、今の奥さんにってまたなんか、あ、すいません、ね、まだ1回目なんですけどね、はい、で、はい、購入に至りました。なるほど、はい、それまでの期間は、それも1年満たないですね。1年満たない。じゃあ入社してからは、1、2、3、4代目で、その後に RC、はい、300ハイブリッド、はい、RC ってレクサス、レクサスですね。なるほど、はい、あのちょっとスポーティーなね。そうです。ただちょっとその車があのネズミの被害に2回ほど遭いまして、はい、エンジンルームにネズミが侵入して配線を食いちぎってしまうという、はい、なるほど、被害に立て続けに遭いましたので、まああのマセラティのクアトロポルテにまた乗り換えた。マセラティ、そこでなんでマセラティのクアトロポルテ？あの、まあ、RC が2ドアクーペだったので、はい、ちょっとこうドアが4枚ないと乗りづらいという、はい、あの意見を、はい、家庭内からいただきまして。なるほど、まあ、4枚ドアであれば大丈夫だろうということで、はい、なるほど、乗用車にするよという形でマセラティを、はい、ね、でもうちのロペライオの社員でマセラティを所有したのは多分一番最初だと思うんですよね。そうですね、それは自負してました。ねえ、クアトロポルテを乗るって、年式で言ったら2015年です、ね、15年、はい、だからある意味現行ってことですよね。そうですね、乗るって結構ねすごいなと思いましたよ。でクアトロポルテからのこれと。そうです、はい、皆さんどうですかこれね、多分ねびっくりしててカメラマンも今ちょっとねマジでそんなに乗ってたみたいな。え、ということは、これまでの、車の乗り換えっていうのは何回？はい、今9代目ですね、はい、ちょっとねおかしいよそれは絶対、はい、でもまあね、ロペライオの人はみんなね、まあ、車会社ってこともあって、はい、みんな、あ、よかったねよかったね、また乗り換えたんだすげーみたいな、そんな感じですごいチヤホヤされるんですね。で別に先輩よりいい車乗っても誰も何も言わないですからね、はい、いいじゃんもっと行っちゃいなよみたいなねただその中でもどうなの、これは良かったなとか、そういう車ってどうなの？まあ、やっぱりダッチチャレンジャーは、うん、あのずっと所有できるものならしたいなっていうのはありましたね。そうなんだ、はい、あれは今でも戻れるなら戻りたいと思います。じゃあ一番ダメだった車は？ダメだった車は RC ですかね。あ、やっぱネズミにかじられちゃって、はい、それなんでネズミにかじられちゃうんだろうね。一応あのエンジンカバーの裏にですね、はい、ネズミが好きなスポンジがあるみたいで、お、それがすごいかじられてたんですよね。へえ。なので、まあ、天下のレクサスでもネズミまでは網羅してないんだっていうところと、二度も被害に遭うかっていうところで、それちょっとリコール対応してほしいね高速で止まっちゃったんで。へえ、はい、2回目止まった時はまたネズミかと思ったの？そうですね。あ、2回目も、1回目も止まったの？1回目も、エンジンがおかしくて、ただ最短の工場までこう行こうと思っていて、あのたどり着いて、で2回目も同じ流れで高速を走ってたんですけど、途中で止まってしまって端に寄ってっていう形で。いやすごいね、はい、で今 S に至るということですけど、はい、なんか S っていうとちょっと落ち着いたね、はい、イメージがありますけど、どうですかこれ所有してみて。そうですね、あの初めから
そこまでこうパワーは堪能できないというのは覚悟した上で選んではいるんですけど、やっぱり燃費が非常にいいのと。なるほど。リッターどれくらいで。リッター実燃費で16、7。おお、そんなにいく、はい、すごいね。ハイオクで、ディーゼルです。ああ、ごめん、はい、ディーゼルだ。はい、なるほど。クアトロポルテはどれくらいだと。高速メインになったとしても8です。あ、で、あ、まあ高速メインで街乗りは、はい、街乗りしちゃうと4、5です。ああ、はい、ハイオクで、はい、なるほどね。はい、ということで今回は S300 ハイブリッド、はい、こちらをレビューいたします。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではまあ、外装の紹介からまたいつも通り行っていきたいと思いますけども、はい、なんかあの外装こだわってる点とかあるんですか。こだわってる点グレードがいいとか、なぜ S300 にしたのか400でもなく300だったのかみたいな。ですね、300ハイブリッドの、はい、まあ、こちらロングなんですけど、はい、ロングっていうのが私が、まあ、購入を決断したタイミングで中古車市場に3台しかなかったんですよ、はい、ほうほう。で、まあ、本日時点で6台ぐらいまで増えてはいるんですけど、はい、ショートボディと比べて個体数が圧倒的に少ない、うん、っていうところと、あとはまあ相場が下がらない、台数が少ないから、はい、故に。そうです。なるほどですね。じゃあ、まあ、今までの、まあ、クワトロポルテも、まあね、台数は割と少ないし、はい、うん、やっぱそういうリセールをね。そうですね、それは常に気にして。でもこれだけコロコロ乗り換えてる方だったらやっぱ、ね、リセールというか目利きはいいんでしょうねと思います、はい、あんまり大損をしてない。今までしてないです ね。だから長く乗りすぎるよりは、はい、サクッと1年ぐらいで1万キロいかないぐらいでパッと乗り換えて、うん、次に行く方がいい、ね、そうですね、はい、まあ、車屋さんだからっていういろいろ特権もあります、はい、ね、ちょっと安く買えるっていうのもあるし、はい、諸費用もね、ある意味ね、ゼロみたいなもんなんで。そうですね、はい、だからこそできるということですね、はいはい。で、まあ、フロント周りですけども、これはまあ2016年というと一応まあ222の前期ロック中期なんですか。3本ステアのタッチパッドなんで後期です。3本ステアだったら中期ですね。あ、中期です。なるほど。その辺はあんまり気にしてないと。気にしてないです、はい、いいじゃないですか。ホイール何インチですか。ホイールは19ですね。あ、19ね、結構ね大きいですね、はい、この AMG スタイル、 AMG ライン、AMG ラインですね。なるほど。というのがまあ標準でついてくるんですかね。そうですね、まあ、あのグレードが分かれてはいるんで一応まあオプションという形にはなります、はい、なるほど。あのドア開けさせていただいてよろしいですか。あ、はい、すいませんね、お邪魔します、はい、白で外装が白で内装がこのブラウン系、はい、これもあえてやっぱこれが良かったですか、ね、いや、黒もあったんですけど正直どちらでも良かったですね、はい、なるほど、はい、でも今となっては茶色で良かったと思いました。ね、少ないよねこっちの方がね、はい、なんかやっぱ独特な、うんうんうん、これ香水の匂い。いや、パフュームアトマイザーと、あと、あ、純正の。そうです。あとパフュームアトマイザーの試供品も巻いてあります。シソは入ってないか。シソは入ってないです笑っちゃった、はい、で後ろもね、はい、まあ、ロングですよね、はい、じゃ一旦ちょっと運転席座ってもらっていいですか、はい、します。車ってまめに洗車する方。外装は豆ですね。外装1週間に1回は絶対します。あ、2回も。あ、1回です。あ、1回、はい、はい、あ、いいですか。じゃあちょっとエンジンもかけてもらっていいですか、はい、プッシュスタートでね。プッシュスタート初でもないか。レクサスプッシュスタートか。あ、そうですね、はい、そうだよね。逆輸入のレクサスの時もそうだったは刺すタイプです。あ、そうなんだ、はい、はい、あ、これが自分の今普通の着座ポジション。そうですね、はい、なるほど。じゃあそれでちょっと私後ろ失礼させていただきますね、はい、これロングなんでね、すいません、お邪魔します。あ、あ、シートクッション柔らかいね。すごく柔らかいこれ、はい、やっぱエクスクルーシブだからかな。そうですね、ね、プチプチのシートになってるしね、はい、あ、これはねすごい柔らかいよこれ。あの僕221の前期に乗ってましたけど、はい、硬かったもんシート。あ、これって何？あ、こうか。で、こう行くと、はい、変なもん出てきたりしない？大丈夫です。こう開けても大丈夫？シソは出てこないです。あ、あれ後ろってシートヒーター、あ、ここにシートヒーターとベンチレーターついてるね。はい、ありますね。なるほど。ちなみにこの車購入して2ヶ月ぐらい？そうですね。ああ、
後ろって乗った？後ろは部下は乗せてます。それぐらいです。自分では乗ってない。自分では乗ってないですね。でやっぱサンルーフはやっぱりルーフはこうやってガラスにして走るタイプ？たまたまですね、今朝ちょっと寒かったので日光を取り入れようと。なるほど、はい、はいいじゃないですか。じゃあちょっと軽く吹かしてもらってもいいですか、はい、あなるほどね。結構ディーゼルのガラガラ音だね。しますね。これは特に大丈夫だった？抵抗なかった？別に最初は抵抗ありましたね、やっぱり、はい、だけど乗っちゃえばそんなに乗ってしまえばあまり音気にならないのと音楽聴いてるんで。ああなるほどね、はい、へえ、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、あなんかいいねやっぱスーツ着て貫禄あるね。なんかねちょっと社長っぽい感じするねはい、でじゃあちょっとね後ろも見させてもらって、はい、道やっぱ譲ってくれる？いや関係ない、たまたま譲ってもらえてるだけで、特別 S だからっていうのはないと思うんですけど。なるほど、はい、まあでも見た目のインパクトはありますよね、はい、でちょっとじゃあトランクの中、はい、あよろしいですか、これやりましょう。あ、はい、これエンジン切ってないとできないんじゃないの？あできるんだ。あいいじゃないですか。すいません、ね、汚くてちょっと生活感ありますけど、はい、まあゴルフバッグがねドンと、はい、あこれは何ですか？それはムエタイパンツですね。あ、ムエタイやるんですか？キックボクシングをちょっとダイエットで、はい、ちょっとやってもらっていいですか？いきます。キックをやった方がいいですか？はい、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと軽くね、いきます足上がんないですよここカットしてください、はい、じゃあ締めてもらっていいです、はい、ということで、はい、はい、まあ一応ねライトチェックとかいつもやってるんですけど、まあ、愛車紹介編なので、はい、そのあたりはちょっと割愛させていただきましょうか。はい、はい、じゃあこのまんまね早速なんで試乗行っちゃいましょう。かしこまりました。はい、ではそれでは、はい、佐藤店長の愛車 S300 ハイブリッドロング、こちらの試乗インプレッションスタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかやっぱ貫禄あるね。じゃあ行きましょうか。はい、出発しちゃっていいんですか？いいです。いつもこっちから出てます。うん、ですぐ U ターンですか？そうそうそうだね、埼玉であんまやってないもんね。おお。一番奥ですよね。そうね。あ、意外とあんま自信がない。いや誰か呼べばよかったですね。まあ無理なくね。なんか時計もキラキラ輝いて、眩しいね。すみません、これ使っていいですか？大丈夫です。よいしょ。今アイドリングストップ中？中ですね。ああいいね。でもうちょっと先あたりで停止してみましょうかね、はいはい、あ結構あれだね、背もたれ結構透明なんだけどそんなにストレートアームになってないんだもんね。なるべく倒してハンドル出してって感じですね。あちょっとね少しヤンキーっぽいな、ね、ハンドルは一番下？いや、あそうでもないんだ。割と高いです。なるほど、この辺でいいですか？この辺でそうだね。あっち側のあそこにちょっとね、やっぱ乗り心地はいいね。でこの辺ちょっとさしよう。はい、さすがだな奥さん。あでもちょっと19インチだからあれだね、足回りのそのタイヤの硬さは感じるね。サスペンションは柔らかいけど、はい、まあ、はいって言ったけど、そう思った？でも S ってこんなにゴツゴツしたのかなっていう感覚は正直ありましたね、これ乗り始めて。タイヤだよ、これは。俺こう見て車屋さんだからね、これ。
なんかレーダーってさ、はい、やっぱ絶対いるタイプ？いや、乗る車に高確率でついてるだけで、ああ別に自分でつけてるわけじゃないんだ。自分でつけたいとは思わないですね。僕ね、最近ね、もっぱら安全運転なんですよ。だからレーダーもずっと切ってるもん。当たらないですよね、あとあんまり。まあオービスぐらいはね反応するけど、無線切ってたら別にね。というのももう本当に、ね、気にならない。もうレーダーも次からもういらないと思ってなんかあった方がいいかなと思ってつけてたけど、まあ、なんか知らない土地行った時はちょっとあると、うんうん、あ気をつけようっていう注意喚起にはなるかなと思うんですけど。実はね、前回愛車紹介やるとき、ね、ちょっとリスケになっちゃったよね。そうですね、ちょっとなんか怪我しちゃったっていうね。鼻の下を怪我しちゃいました鼻の下を怪我するってまたね。あ、でもね、やっぱね、いろいろね、スポーツもやってらっしゃるしね。そうですね、なんでムエタやろうと思ったの？てか、いつ始めたの？結婚式の 3,4 ヶ月前ぐらいですねめっちゃ最近じゃあ今年の話だ。そうですね、5月ぐらいから。あれ結婚式が夏？9月。あ、9月ね、はい。あ、そうよね。でもやっぱあれだよね、スーツにさ、やっぱベンツってやっぱ合うね。特に S 合いますね、うん、なんかそういうコーディネートとかも変わった？変わんない。別に私服がちょっと変わったとか、ジャケット着るようになったとか。いや、変わらないですよ。逆に私服変えず、旗から見ると乗ってなさそうなあんちゃんが実はみたいなところを楽しんでますね。そのマセラティのクアトロポルテからこの S に変えるときに、はい、S 以外に何か選択肢って他にあったの？あとは7シリーズですね。740最後まで悩みました。もうそのこの車か740がもう新車からの値落ちとか加味してコスパが最強だったので。なるほど、はい、色は別に何でもよかったの？色は白か黒であれば。今まででも全部白と黒？クアトロポルテ黒。 CT200 がシルバーで、ダッチチャレンジャーがグレーでしたね。ああ、そっかそっか、ダッチチャレンジャーグレーだね。でもやっぱアメ車好きなんだ。好きですね。だってうちに一回ね、コルベットの、ね、マニュアルが入ってきた時に、あれは本気で考えてたよ、はい、ちょっと金額もそこそこだったけど、でもあれかっこいいよね。かっこいいですね。現行のコルベットもかっこいいよね。はい、フェラーリの F8 のトリビュートみたいな感じしてる。この CLS とは、はい、あれ350？ 350ですね。あと S の400だったらやっぱ全然違う？違いますね。あと周りからの目はどう？あまりなんか車を乗って学生時代の友達にこう会うっていうシチュエーションあまりないので。あ、そう。何かを言われたりっていうのが経験がないんですよね。へえ、はい、そうなんだ。例えば奥さんのご両親からかとか。はい、ETC を利用できません。一般の電話を。そうですね、なんかちょっとって感じしない？まあ、普通の乗用車だなっていうのはありましたけど、やっぱり音とかそういった演出みたいなものは手が加わってるのかなっていうのと。なるほど。あと逆にあのクライスラーのパーツふんだんに使ってるんで、うんうん、壊れないマセラティとして乗ってたんで。壊れなかった？そうですね、特に大きなトラブルは何もなく。唯一壊れたのはやっぱレクサスの。レクサスの RC ですね。なるほど。すごいよね。でもね、これまでにレクサス2台所有したことがあるっていうのもまたすごいよね。でもさ、今までスポーティーな車まあまあ入ってるじゃん。はい。やっぱ結構飛ばしたいっていう感じなの？どちらかというと、うん、なんかその最高速に達する飛ばしたいというよりは、うん、あの1速2速3速ぐらいの
あの変則を楽しみたいみたいな感覚ありますね。音は？音も重要でした。うーん、あ、なんだっけな、なんだっけな、なんだっけ、あ、違うか、あれは、あ、でも違うわ。今までじゃあうちの、まあ、商品で、ね、はい、売ったり乗ったり触ったりした車で、はい、一番いい音だったなみたいな、これ本当に欲しいんですみたいな、あの柏店でインプレッションしたあのヘルキャットは良かったですね。 ああいうもう破裂音みたいな、こちらです。はい、なるほどね、はい、鍵も違ったもんね、なんかね、違いましたね。ああいうのが好きなんだ。このやっぱ安定感ピカイチだな。あと毎日乗るんで、それが理由で壊れないっていう変な自信もありますね。なるほど。トンネル入ってこのちょっと内装のねおしゃれな感じをちょっと。内装のイルミは赤なんだ。昨日まで青でした何故に赤になったの？自分で買えたんでしょ？自分で買いました。何ですかね、なんか赤ってあのちょっといかついイメージがあったんですけど、やったら変わるかなと思って変えてみたらちょっとこうスイッチが入るような感じがありますね。ああ、なんかゆったりしようっていうよりはなんか、なるほどね、はい、やっぱじゃあそういうやっぱ気分でちょっと変えてみようっていうのはやっぱあるんだね。ありますね。ピンクはさすがにちょっとこの体格に合わないかなと思ったんで。そんなことないよ、ちょっと気持ち悪いかなと思って。そう、ここ一車線なんですね、ずっと。そう、いや、その先に二車線になるから、そしたら右側からゆっくり、はい、ゆっくり抜いてもらう感じ。うん、いいね、こんなやっぱ内装やっぱおしゃれだな。あれ今222が現行だよね。まだ次出てないもんね。そうですね。これは何ヶ月ぐらい乗る予定なの？これはでも年行く？いや、年は絶対行くと思いますね。あ、そう。はい。へえ。いいじゃん、ハイエースだっていい車だよ。あれこそさ値段落ちなくない？あれはあの。実家が、うん、大工なんで。あ、そう、はい、あ、そうなんだ。あの当時、今はもう所有してないですけど、うんうん、本当に事故車になっても何キロ走っても価値下がらないんで。ねえ、やっぱそういった意味では次の車はハイエースでもちょっとバカにしたでしょ、ハイエース。いやいや、盗難ランキングに常にランクインしてるのが、それだけネックなんですよね。ランクル、ハイエース、アルファード、あと LX も今入ってますね。あ、そうなんだ。はい、まあ、入ってきてるというか、なんか土浦でありましたよね。あれらしいよ、今そのロペライオチャンネルインプレッション風レビューをこのルートで撮るっていうのがね、あるらしいよ。普通の一般の方がですか？そうそうそう。で、ここで言うたんですよ。あんまりそういうスポットになっちゃうとね、良くないけど。あ、なんかあれだね、久しぶりにエンソ乗ったけど、ちょっとこれ貸して、はい、乗ったけど、今なんかやっぱいろいろ乗ってると気づくこといっぱいあるね。改めて思った今、こういう感じなんですけど、まず気づいたことは、この運転席のこのポジションあるじゃん、はい、で座るとここが真ん中なのよ絶対、はい、だけどハンドルってこっち寄りだね、で結構ね。確かに真ん中じゃない、真ん中だったら多分、ね、ハンドルここに行くけど、ちょっとこういう風にして運転する感じになってるね。これね結構ね、あれ S ならではだと思う。他の車は真ん中は真ん中についてるよ大体。何のためにですか？分かんないそれ調べといてね、だいぶ真ん中中央寄ってますこれ。でアクセルペダルは真ん中に寄ってない。
あ、まあ、むしろど真ん中になってる。あ、ブレーキペダルがここの位置に対してこの膝ここなんだけど、ハンドルがここだからね、結構だよねこれ。アクセルペダルこう、あ、ちょっとね斜めに運転する感じになってると思う。理由がということで、はい、では運転させます。これ持ってた方がいいですか。あ、まあでも大丈夫ですか。これいや、こちらいいです。はい、はい、でハザードですね、はい、あと今サイドブレーキがかかってます。あ、でもあれでしょ、関係ないんでこれ、ね、一応1回出して、あー、こういう感じね。あー、いいねこれ。このさ、今アイドリングストップ中かな、今中です。魔法の絨毯乗ってる感じじゃない、そんなことない乗ったことにかわかんないよ、この野郎って。これもこういうことでね、うん、ほら、なんか、あ、これだよ。これマジックボディコントローラーついてないでしょうけど、はい、あ、これがやっぱレンツのすごいとこだよ。この低速でのこの浮いてる感じしない？してきました本当にそう、でもね、これがさすがだと思うよ。あのクワトロポリティがこういうのなかったと思うよ。ないですね。あとやっぱベンツのこの、いいですね、ハンドル切れる感じは。ああ、やっぱクワポル切れない。クワポルだと今のとこもしかしたら切り返してたかもしれないですね。そこまで言う極端に言うと。ああ、いいね、やっぱこういうとこだよ。うん、ああ、いいじゃん、いいジャンプだねこれね。ハンドルの形状もね、やっぱこの3本ステアリングになってからはちょっと丸じゃないっていうところがいいね。やっぱね、アウディの R8 とかさ、はい、ね、ランボルギーニウラカーンみたいな、そういう感じの、うん、うん、ハンドルのこの戻り、ゲレンデで商談してるとさ、はい、今まで所有している方はハンドルの戻りを気にする人って結構いるの、はい、そういう問い合わせ受けたことない？ない、一度もないですね。なるほど。あと、まあ、自社でも多分そうなんだけど、車を、まあ、例えばコーティングとかクリーニング出すじゃん、はい、で内装クリーニングやってくださいとかって言って出すとするでしょ、はい、その時に綺麗にできてるかできてないかってどこ見たら分かるか知ってる？内装ですか？うん、ルークリしてくださいみたいな。一番汚れてるところを一番綺麗にしてくれないところが結構多いね。ハンドル、そう、このハンドルだって、ね、綺麗なタオルで、濡れタオルでガシガシガシやるとめっちゃ汚れるよ。そうですよね、真っ黒になるよ本当に。ハンドルってね、でもハンドルを綺麗にするだけでね、結構ね、やっぱ一番使うし一番見えるから、全然なんかね、内装の綺麗さの見え方が全然違うんだよね。へえ。あ、いいね、このホールドね。クルーズコントロールとか使うよく？全く使わないです。そうなんだ。はい。ちょっとこれバック。ああ、これパーキングアシスト、はい、家になってるかわかんない。映んないね。これベンツ出身の石井さん曰く、はい、アップデートが必要みたいですね。これのばっかりも映んないの嫌だね。その時はもう覚悟して止めるしかないんですよ。一回エンジンを切ってもう一回。マジで？それちょっとあれじゃない？アップデートなの？スマホじゃないんだからってね。うん、こっちで操作する人、こっちのくるくるで操作する人、どっち？手前のタッチパッド使わないですね一切。あ、使わない、はい、あ、でもね、なんだっけな、なんかの、あ、それこそあれだね、 AMG GT 63S とかは、はい、もうくるくるなかったよ。これからなくなるよって。どうなんですかねそれ。やっぱくるくるタイプでしょあー、いいねこの、うん、あー、しっくりくんなこれ。ベンツってさ、 BM もあれなのかもしれないけどさ、メーターパネルがさ、こうあってさ、はい、このステーリングのこのさ、まあ
円を描いてるわけじゃん、はい、ここのところをさ絶対さメーターと被るんだよね、1にするとなんていうのかな、これメーターが結構こういう風にね、うん、丸くなってないんだよね、はい、昔からだから結構隠れる、もっとハンドル上げろよって話なのかもしれないけど、でもね結構メーターパネルのこの上だけがこういう風に丸くなってる車も結構多いから、そういう車はすごく見やすい。確かメーターが高いんですか。高くはないと、あどうなんだろうね、ちょっと高いかもしれないね。確か椅子が低いか座高が高いかそれを言わせなかったわけだなきっとな、うん、まあちょっと高いけどね。あいいね、この出だしいいね、このねこういう感じ好きだな、この天気で走ってる。あ、そっかそっか、現金レーンでパドルシフト使う？あんま使わないですね。あクアトロポルテの時は使った、時はもう対応してました。まあ踏んだ時のやっぱこのねディーゼルのガラガラはちょっと聞こえるね。はい、注意して走行してください。ああ、すごいね。たまにさ、だって軽油初めてでしょ今。初めてです。やっぱ間違えてレギュラー入れちゃうとか、廃油入れちゃうとかってない？でもあのキャップが緑なんで、それはない。都度思い出させれるっていう。なるほど。あ、そうだそうだみたいな。でも自分の車はよく間違えるよ。廃油レギュラーをね。はい。ああまた入れちゃった、はい、よく入れちゃったとか、なんかぼーっとしてる時に、ね、押しちゃうんだよな、よく普通にこれの瞬間燃費すごいね、20超えるね、このね2000回転以下で走ってると周りを気にしなければ、うん、本当に驚異的な数字を叩き出せるんだろうなっていうの。これさなんかモチベーションになったりしない、燃費って。あ、なりますね。ね、今までさ燃費悪い車ばっか乗ってたからさ、なおさらさ感じるんだよね。 S300 ハイブリッドがデビューした時に、うん、あの九州から、うん、東京のどこかから、うん、九州のどこかまで、うん、無給油で、60キロぐらいで走行して1500キロ走ったみたいなんですよね。さすがにそれは、あーこれね今ねちょっとねこのトンネル入った時に多分今このカメラで多分映ってるかな、この後ろのヘッドレストとの間にさこの赤くさイルミネーションランプが光ってるじゃん、はい、あれがなんかすごく気になる、あれ強いね、なんかね赤だからですかね、色変えますか、ね、赤だからかもしれないし、なんかすごい気になった今。すごい、1100回転ぐらいだと 32.2 って出るよこれすごいよ、これあ青だとちょっとあれだね、優しい感じでしたね。赤はなんかあれだね、結構強い赤で、なんか赤ってこの道路上多いじゃん、はい、なんか標識赤だったりなんかね、そういうのでなんかちょっとあれだね、目を引いてしまうんですね、うん、結構気にしいだからさこう見えてそこなんかそんなじわじわ笑うとこでもないんだけどさ、でもね本当にねよく言ってるけどね、音匂いは結構気にして、はい、あとはまあ色、はい、フェチだと思う。色ですか、うん、あ車ってことですか。そう、車の色とかこの内装の色とか、だからね、うちまあ基本中古車専門店だけど、はい、本当ね、お金があったら1回でもいいからね、そのフェラーリ新車でオーダー入れてみたいね、自分の好きなステッチはこの色にしてとか細かくやりたい、細かくやってもすぐ売るっていうのはやっぱすごいなと思うねすぐいそうだよね、本当に、はい、ちょっとじゃあパドル使わせていただいていいですか。はい、あ優しいね、ソフトな変速だね。そうですね、ち
ょっとスポーツ入れていい、ここだよね、はい、はい、あああ、まあそうだね、これで変速がパンパンパンだったらちょっとあれだよね。でクワトロポルテってそんな感じだったでしょ。でしたね。あとあの可変バルブだったんで、ああ、気持ちよく、はい。今スポーツモード入れたけど足回りの硬さそんな感じないな。あ、今のこういうつなぎ目のところでちょっと硬いかなみたいな感じがするけど、じゃあちょっとクルコン使わせていただきますね。はい、クルコンはここか、これでね、リストロニックプラス、はい、80キロに設定で、レーンキープオンして、事故の後ろ、ステアリングアシストもオン。午前11時頃、はい、外環自動車道内回り大泉ジャンクションで事故が発生しました。はい、この事故の影響でね、ちょっと今ねハンドル離しちゃいけないですけど、触れてるだけの状態でございますと。でちょっと今左側に寄り出したけども、ハンドルがちゃんとまっすぐ戻してくれる。さあ気になるカーブですね。右カーブ来ました。これいけると思う。いけると思います。やったことあるこれ。ないですね。じゃあね、そんなに急ではないですもんね。いきますよ。ハンドル握ってくれて出るね。ちょ、握ってるっちゃ握ってるよ。でもほとんど操作してないですね。まあ、これくらいは大丈夫なのね、やっぱね。さすが。じゃあレーンキープの強度。はい。いきます。ちょっと左寄ります。ああ、これはあれだね。で。これで一番かっこよく映るのはこの辺、うん、するとホイールがねかっこいいね、これで。車体がさ、ベンツってさ、もう車体がもうずっとコンポートにしよう、もうサスペンションだけこう動いてるんだよ、はい、ものすごく。それがね、これ見てるとかっこいいよ。もうベンツの CM でさ、鳥の頭をこうやってなんか固定させて体を動かす CM 昔あったの知らない？見たことないですね。鳥の頭ですか？そうそう、なんか鶏か鳩かなんかをこうやってメカニックの人が持ってて、はい、でこうやってやるの。するとさ、鳥ってさ頭は動かないじゃん、はい、どうだい動いても。それをなんかベンツのサスペンションはこうなんだっていうのをね、例えてやってた。へえ。ああ、すごい。まだ燃費 21.2 10キロ走っていいじゃないですか。18を超えたことがないんですよ。首都高の情報です。午後池袋線上りの熊野町ジャンクション。これやっぱハイブリッドだからあれなのかね、ブレーキ踏んだらチャージに入ってくるのかね。そういうモードじゃないのかな。ありますね。あ、やっぱり、はい、この回生ブレーキみたいなね、はい。はい、それでは総評に移ります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次回用車のインプレッションということで、佐藤店長、総評をお願いしたいんですが、はい、まあ、いつもは見た目とか走りとかってやってますけど、まあ総合的に100点満点でこの車は私にとって何点です、それについてこうですみたいな感じでですね、総評いただければと思います。はい、お願いします。そうですね、90点ですね。はい、はい、で足りない10点は、あ、いいですか。あ、いいですか、はい、クアトロポルテは何点ぐらいだったんですか、ね、クアトロポルテは、75点です。75点。はい、その前がレクサスだったっけ、の RC300 ハイブリッド、はい、それは何点ぐらい、まあ、5点です。かじられたから。かじられたんで。かじられなかったら何点だった。かじられなければ780点は言ってました。なるほど、はい、でその前が CLS、ダッチチャレンジャー。あ、ダッチ、はい、はもう95点ぐらいです。ああ、それぐらいなんですね、はい、でそしてこれが90点と。はい、はい、じゃあ理由も合わせてお願いします。はい、
まあ、もともと燃費っていう好条件を取って選んでる車なので、はい、まあ、それ以外の部分で、まあ、車内の演出であったり静粛性とかそういったもので高得点というところ で、 なるほど。で足りない10点はもう少しパワーあってもいいかなっていうところとか、まあ、致し方ない部分で。なるほど、はい、そしたらじゃあ S400 に変えてもらっていいですか。ただ S400 と S300 ハイブリッドでまた相場が、相場がどうなの。S400 ハイブリッドは、はい、もっと下がっちゃいます。なるほど、個体数も多いんで。やっぱ台数も多い。はい、なるほどね、はい、この個体のロングっていうところが。なるほど、はい、やっぱ何かを取ればやっぱ何かがね失われるわけで、はい、そうですね。今回はリセールバリューを取ったがゆえにパワーがなかったと。はい、なるほど。他に何かあります。ないですねそうですか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、私はこれ今店頭で売ったらいくらぐらい。うーん、500、個体にもよりますけどオプションとか、はい、500半ばから600とかですかね。なるほど、はい、うん、なるほど。でも新車が1200万円ぐらい、ロングだと1400何十万ってことですね。なるほど、はい、すごい下がったね。下がりましたね。で2016年で、はい、まあ、もうすぐ4年落ちですと、はい、うーん、それ考えたらまあいいね、値段に関しては、はい、まあ、その値段考えるとまあお買い得感満載だね、はい、で、まあ、乗っていても600万円の車には思えないです。まあ中古相場ですけど、はい、1400万円だった車をなんか所有してるんだと思うとステータス性はすごくあるかな。そうですね。そしてロングで、で後ろのシートも柔らかくて気持ちいいし、うん、まあパワーはねないと言ってたけど、それは佐藤さんの愛車遍歴がちょっとねちょっと異例の、はい、9代目というところと、はい、まあハイスペックな車ばっかり乗ってたっていうのもあると思うんで、はい、それは感じるけど僕は別に十分だと思いますね。ということで、そういうとしたら、そうですね、難しいけど、まあ、価格やトータル考えると、うん、まあ難しいな、まあ、95点ぐらいはつくんじゃないでしょうかね、はい、やっぱいいよこれは、はい、うん、で乗ってないですけど佐藤さんが前に乗ってたねクワトロポルテだったらちょっと癖が強かったりするんで、はい、ちょっとね、あの総評、ね、あえて言いませんけど、多分僕はぐらいだと思うんです、はい、ですけどマップ95点やっぱり、まあいつかは食らうんじゃないですけど、やっぱりいつかはベンツかなと。でご年齢の割にはまだちょっと早いかなって気もしなくもないんですけど、はい、うん、やっぱ落ち着いて乗れるしね、安心です。はい、以上でよろしいですかね。はい、ありがとうございます、はい、そして佐藤店長からお知らせがございます。はい、はい、こちらのロペライオ埼玉並びにロペライオ練馬、ロペライオ世田谷、あとロペシティ柏でですね、年末年始ですね、12月、1月に、お車ご制約いただいて3月までに物納車、させていただいたお客様の中からですね、ご納車日に抽選をやらせていただいて、はい、なんと、そこです、ね、現金が当たります。現金が当たる、はい、お年玉みたいなものが。そうですね、まあ、今 SNS とかでも、はい、結構有名です、ね、はい、なるほど、はい、で、あともう一つがですね、まあ、特選車はい、という形で、驚異的なプライスダウンをやっちゃいますと、特選車両が、ございますので、まあ、あのもともと探されてなかった方もですね、急遽候補に入るんじゃないかなというような車もいくつかございますので、この機会にぜひご検討いただければと思います。買うしかないですね。でも現金が当たって、なおかつ先ほども言ってた、特選車、はい、もうこんな価格で出しちゃうのっていうぐらいな価格で出しちゃって、はい、なおかつ現金ももらえる、はい、すごいですね、太っ腹。
多分ロペライオ史上初だと思いますね。そうですね、こんなキャンペーンをやるのは。はい、なんかね、今までもいろんなキャンペーンやりましたけど、値下げしましたとかってやってもいくらからいくらに値下げしたのかってちょっとよく分かりづらかったりするんですけど、はい、まあ、今回はフルプラス、おいおいやると、はい、いうことで、皆さんぜひこの機会ホームページチェックしてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして、まあ、今回ね、佐藤さんの、ね、愛車紹介ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これはね、1年以上は絶対乗るって言ってたんで、はい、乗らなかったら、はい、また次の車ね、公開でレビューしちゃいますから。はい、はい、買ったのが2ヶ月前でしたっけ。2ヶ月前ですね。はい、ですので、はい、まあ、10月ぐらいに買ってます。はい、そう、1年は乗ると言ってました。よくのお客様でも、でもね、そういう方いっぱいいらっしゃいます。はい、いやいや、もう2年は乗るつもりだったんだよねって半年で終わるとかね、そういう方もね、まあ、嬉しいね、お話ですけどね、はい、あるんで、はい、次回をまた楽しみにしていただければと思います。それでは、今回もですね、ロペライチャンネル愛車紹介、S300 ハイブリッドロング、こちらをインプレッションいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ロペシティ、お店の方もとっても気さくで、しっかり同じ目線に立って分かりやすく教えていただいて即決でした。ロペシティでは専門店ならではの知識と創業28年のノウハウでお客様にご満足いただけるサービスを提供しています。専門店の品質と安心へのこだわりをお手頃な価格で。免許を取った頃からいつかは輸入車に乗りたいなとは思っていたんですが、新車は高くて。年式も新しく低走行状態の良好な車両を数多く取り揃えておりますので、あなたの希望するお車がきっと見つかります。ロペシティをウェブで知ってから、ほとんど毎日気になって情報を見てました。そしたら自分でも手が届きそうなミニクーパーを見つけたんです。すぐに近くのロペシティを調べて行きました。ロペシティのショールームでは別の店舗に置いてある車両をご一緒にモニターで確認していただき、全国の加盟店の車をどこからでもお買い求めいただくことができます。遠方からの在庫もショールームからお運びいたしますので、本契約前にご確認いただけるため安心です。ご契約後も業界最高水準の保証プランでしっかり修理が保証されるので、輸入車を初めてご購入されるお客様にもロペシティをお選びいただいております。輸入車はやはり質感もいいですよね。今では家族みんなで出かける時間も増えて、子供たちも大喜びです。一度輸入車の感覚を味わったらもうやめられないですね。次も輸入車にしようって思いました。ロペライオグループでは輸入車のご購入はもちろん、買取サービスもご利用いただけます。豊富な知識で希少グレードやオプション装備も正しくプラス査定、直接販売だから中間マージンはありません。さらにご満足いただける高額買取を実現いたします。ロペシティのショールームは全国で続々とオープン。輸入車がさらに身近に、さらにお買い求めやすくなりました。地域密着の輸入車販売店、あなたの街のロペシティ。